そこで困っている人を救えるかもしれない。我々が実践してきた実行力を今こそ日本の未来へ、すべての人々が立ち上がるために、日本維新の会。日本維新の会代表の松井一郎です。日本維新の会は地方から生まれた政党です。我々は住民に一番近いところ、基礎自治体、そういう地方から生まれた国政政党であります。まあ、永田町の常識は世間の非常識と言われるような感覚は全くありません。今まさに住民の皆さんに何が必要なのか、まず最初にやらなければならないのは政治家の身分、これを変えることです。一度選挙に通るだけで皆さんからは信じられないような高所得者になってしまう。そして数も多すぎます。我々大阪では、まあ、府議会議員は定数3割カットです。そして報酬も3割カットをいたしました。まあ、僕自身市長ですけれども、報酬は4割カット、退職金なんていうのもありません。まず政治を動かす側、行政を動かす我々政治家側が優遇厚遇、そういう身分に浸っていれば大改革なんかできないんです。これをまず実行してきたのが維新の会です。人口減少、超高齢化社会に突入している中で、この日本の国が持続可能で一人一人の皆さんに寄り添った形で社会保障が受けられる、そういう国を作っていきたい、その思いで今この選挙に挑んでおります。ぜひ皆さんご支援よろしくお願いします。日本維新の会副代表の吉村博文です。今回の選挙ですけれども、我々日本維新の会は自民党ほどこの分厚い勢力ではありません。ありませんが、自民党ではできないこと、権力政治ではない政治、これをぜひやっていきたいと思います。我々日本維新の会はまず地方を強く、そして都市を強く、ぜひ僕はこれがこれからの日本に必要だと思っています。国から何かを言われてやる、あるいは国からお金をもらってやる、全て霞が関で決めていく、これでは日本は強くなりません。地方が自立して、そして自分たちの発想で強くなっていく、いろんなことができるようにしていく。でも自民党の政治というのは、これは中央で全て決めていく、そして地方には分配する、この政治のやり方を変えていかなければ日本は持ちません。地方が強くならなければなりません。都市が強くならなければなりません。我々今大阪で一生懸命頑張ってます。いろんな地域が頑張ってる、その地域地方が自立して成長していく、その土台を作っていきたいと思います。統治機構改革、地方分権、これが必ず必要になります。我々まだまだ力はありません。でも皆さんの一票で力を与えていただけることができます。これがまさに政治です。我々、目指すのはやはりこの日本の中でまともな野党、自民党とまともに対立できる、ぶつかっていける野党が必要だと思ってます。我々日本の維新の会は何でも反対の野党でもありません。とにかく何でも反対だけ、足を引っ張るだけ、文句を言うだけ、これではまともな政策は成り立ちません。前向きな提案、そういったものをどんどん自民党にぶつけて、まともな野党としてぶつかっていける、そして権力政治ではないような政治、若い人がチャレンジできる政治、これをどんどん目指していきたいと思います。規制についてはおかしなものは取っ払っていく、規制緩和をしていく、既得権と戦っていく、そして新しい人がチャレンジできる社会を作っていく、そしてもしチャレンジに失敗したらしっかり支えるセーフティーネットを作っていく、若い人たちがチャレンジできる社会をぜひ作らせてもらいたいと。派閥の理論や権力、高齢の政治家ばっかりが集まっている、まあ、そんな状況の中で日本、新しい日本を作り出すことはできません。ぜひ若い世代、そして次の世代がチャレンジできるような、そんな新しい政治集団、日本維新の会を応援をいただきたいと思います。皆さんの一票をぜひ日本維新の会に託してください。よろしくお願いします。覚悟を持って本気で改革を進める仲間を紹介します。沖縄県第2区、山川康弘。沖縄第二
選挙区の皆様、日本維新の会山川康弘でございます。同州制導入も念頭に置き、地方分権への移行を目指し、速やかな自治体への事務権限、税源以上に取り組み、分権自治を確立します。地域のことは地域が決める、そういう沖縄を目指したいと思います。また世界に誇る沖縄の自然環境を守りながら、東洋一の観光リゾート地の形成、そして成長著しいアジアのダイナミズムと連動し、沖縄の国際物流拠点形成を追求し、それをテコにして国内経済の再生を図ります。日本の1億人だけではなく、アジア、ヨーロッパの28億人に向けた経済政策に取り組みます。経済の長期低迷とコロナ禍の社会不安を打破するため、コロナ専用の大型医療療養センターの設置、子どもを持つ父母へ休園休校の際のコロナ特別給付金の支給、地域経済を支えているサービス業、小売業への支援に取り組みます。また2年間をめどに限定した消費税 5% への引き下げを図りながら、またさらに家庭の状況にかかわらず、幼児教育から大学など教育の無償化を推進いたします。在沖米軍基地問題の打開に向けて、日米両政府が真摯に対話を重ね、訓練場所などの暫定的な移転を含む合意可能な基地削減策を示すように取り組みます。また在日米軍基地の整理縮小撤廃に向けた日米協議を促進させ、米軍基地の存続については関係自治体、地域住民の合意形成に必要な手続き法を制定いたします。さらに ASEAN 諸国、オーストラリア、中国、韓国、インド、米国とともに東アジアの平和構築を図ります。日本維新の会は身を切る改革を推し進め、国民のための政治を実行する政党です。政治家の在り方を変えていきます。日本維新の会をぜひよろしくお願いいたします。道のないところに道を作っていく、これが政治の仕事だと思っています。まさに実行力、子どもたちが希望を持てるようにする、改革を実行する、これをやるのが政治家の役割だと思っています。維新発作2021